写真を拡大、C、毎日石川亮は、持っていない。去る7月11日、医師、川は岡山市内で会見し、ゴルフを通じての西日本豪雨の被災地支援を約束。日本ゴルフツアー選手会の会長として不退転の思いを語っていたが、その表情は晴れなかった。打つ手のすべてが裏目に出ているからだろう。関連、石川遼、身の程知らず、の発言に周囲は冷淡ほか、豪雨被害がなければ、7月10日から4日間、フューチャーゴルフツアー、が開催されていました。このツアーは石川が発案したもので、テレビ中継はもちろん、他のツアー協賛企業も興味を示していたのです。それが中止となってしまい、残念な限りです。専門指揮者、ゾウツアーは、石川が大相撲の地方巡業をヒントに、夏場のレギュラーツアーの合間にトップ選手10人から20人ほどが集まって地方大会を行うというもの。感染者とのコミュニケーションも積極的に行うとのことで、その目的は低迷するゴルフ人気の巻き返しだった。石川から提案がなされたとき、大多数のプロが賛成して興味を示していました。同期、社、その第一弾の会場となるはずだった広島、岡山が豪雨被害に見舞われたのである。中止の決断はやむを得ないが、代替日は決められなかった。レギュラーシーズンの合間に行う企画であるため、選手のスケジュール調整が難しいからだ。その後、支援活動を発表し、すぐに動き始めたのは立派です。レギュラーツアーの会場でチャリティーオークションなども行い、寄付活動も継続的に行っていく、と。フューチャーツアーは実質的な中止となってしまいましたが、関係者、重大ですべ。への運を、石川の行動力に一目を置くベテランも多いが、立場は選手会の会長である。フューチャーツアーの実質的な中止、今回の支援活動についてこんな指摘も聞かれた。ツアーに関して言えば、中止になった場合も念頭に入れておくべきでした。支援活動には全プロが協力するつもりですが、具体策はチャリティーオークション以外、何も決まっていません。具体的にいろいろなことを想定して動かなければなりません。そう、石川は優勝から遠ざかって久しい。自身の企画したイベントも中止とあっては、まさに重大で全ての運を使い果たしてしまったかのようだ。